私の方から私は宗像コーチが行く。もう言ってたら何のことやら全然わからない。一回見たことないから、ね、あの宗像コーチって知ってますか？エースを狙いの。そうです。それがですね、テニス以外のスポーツを教えに行くという。教えに行く。そうです。エースを狙え。久しぶり、コーチの宗像だ。大川、龍崎、緑川、親友の牧、これもどうして去っていくんだ。動くな、よそ見をするな。いいか、私は今日一年発起してテニス以外のスポーツをコーチしに行こうと思っている。まず一人目のターゲットは夜な、夜な、下がり下がり、騒がりすぎだ。さあ、まず一人目のターゲットはここにいる、この打ちっぱなしにいる、その名は福島明子。福島明子、20歳、女子プロゴルフ界のアイドル。10歳からゴルフを始め、92年プロテストに合格。今年開幕戦ダイキンオーキッドで公式戦初優勝を飾り、今世界に羽ばたく。まだ20歳なの。早速私が20歳ゴルフのコーチをしに行こうと思う。ついてこい。先に行くな。今すぐ打った。あれが福島明子プロだ。早速行ってみよう。ヘッドアップ。ヘッドアップだ。私はコーチの宗像だ。よろしくお願いします。私が教えなければならないことがたくさんある。まず正しいグリップの握り方、まずこうやって小指を、左手の小指を薬指と小指の間に、人差し指を右手の薬指と小指に差し込む。あなたと結婚の約束をします。こう覚えとけばいい。よし、だいぶ良くなったぞ。次はちょっと足の幅だ。いいか、裾は長めがいいぞ。足はちょうど肩幅と同じくらいだ。もしこうなってみろ。なんかガリベン君みたい。ゆっくりだ、ゆっくり。しかしこの時こっちを見てては。顔はボールを見ていなければいけないんだ。そのまま振り抜く、振り抜く、振り抜く。よし、ちょっとやってみる。うわ、すごい。柵越えた。ネットを越えてはダメだ。何のためのネットなんだ。見本見せてください。私がコーチ。250ヤード。そうか。ちょっと真剣になるぞ。おお、すごくいいよ。これが本当のゴルフだ。嬉しいんじゃない。ピッチングの練習だ。ピッチング、え、どこ狙うんですか。あの赤い台、サンドですね。あ、サンド。はい、上手いですよ。ちゃんとね。うわ、あっ、こうやってちゃんと合わせる。あ、ちゃんと、うん、教えてもらってね、お前は。行って。大きい。あ、大きい大きい。何回やってんだお前。ナイス。終わった。私のコーチは全て終わった。もう教えることは何もない。7月に US オープンがあるそうだ。はい。目標はどのくらいだ。まずは予選、あのマンデーの通過。大丈夫、 US オープン間違いなく君は入賞する。優勝しちゃうんですか。そしてもしインタビューに答えた時はありがとう宗像コーチ。そう約束してくれるか。はい、本当は。そしたら言います。本当だよ。これよし。Yeah.
スリングに燃える天才少女がいると聞いた。その子にレスリングのコーチにやってきたんだ。そうだ、こっちから来たわけじゃない向こうが来てくださいと言ったから来たんだ。もうすぐその子に会える。その天才少女に会えた時、私は、そして私は19歳、女子アマチュアレスリング界のホープ。第3回女子レスリング世界選手権大会を16歳最年少で優勝。その他世界各地で優勝を重ね続ける彼女は、まさに日本が世界に誇るレスリング選手である。あちらにいる2人は何だ。あの妹の聖子と弟のリフミです。みんなレスリングや。怪我してる。あ、私はあの右足首をちょっと怪我してるんで今回は熱はないか足あ、そうか、大丈夫。とれお前に本当のレスリングを教えてる。いくつよ。16歳ぐらいですね。どうせるかな、果たしてすごい体してる。今足ずってんじゃねえかよ。ここレスリングは怖いぞ。しかし聖子には負けない。13歳だ。さあ聖子、お前に本当の大人の体を教えてやる。次はどういった。じゃあ寝技でアンクル、アンクルなんだ。ノリカメラが回ったんじゃない、私が回ったんだ。これは遊園地より面白い。アンクル、アンクル、あ、アンクル、アンクル、アンクル。じゃあスパーリングテストに行きますか。スパーリング、はい、おみゆ持ってきてくれ。いいか、常に襟は立てとくよ。すごいなお前。これどこから持ってきたんだ。ホルト来い。ホルト終わりました。もう負けなの。なんでこんなに元気だろ。ありがとうミユ、向けて頑張れよ。どうも。お前の心の中に俺はいるんだ。そしてお前の心の中に俺はいる。俺はお前、お前は俺だ。そしてお前は喋れよ。分かったな。まだ話さないで。セコ、君の代わりを忘れない。世界のナンバーワンの総獲得すれば、そしてお前が世界チャンピオンになった時、お前はリングの上で来い。ありがとうもなかった。押してんだよ。はい、絶対います。よし、ナイスオン。よし、泣くやつがあるか。ゴルフもやるの。ゴルフ、ゴルフはあの道具だけ持ってます。さっきだってあの握り方、ああやって握るんだとか言って。あれ本当でしょ。うん、あれ本当。違うよバカな。いやこうじゃん。だいたいお前右手が握らないんだよ。ちょっと高い椅子にこう座るような感じで、なんかこういうほらバーかなんかのこういう椅子で、いやマスターこれ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 もっと固定しといて。変だねあの子ね。ナイスショット。